広がる海町をテーマに開幕した直江津海町アート2024。子どもたちや主に市内在住の作家が制作した作品が町全体に展示されています。イベント中はさまざまなワークショップも開かれています。自分たちの住んでるところがどんなところなのかでこう再認識できて楽しく過ごせるようなイベントだなと思います。いつも違うものがあって子どもたちも飽きずに、毎日参加させていただいてます。アート作品で街を彩り、さまざまな人たちをつなぐことで直江津地域を盛り上げようと4年前に始まったこのイベント。今年作家として初めて参加したのが上越市の下鳥幸彦さんです。海辺に打ち上げられたガラスや瓶のかけら、シーグラスを使って作品を制作しています。展示会場は直江津駅からほど近い喫茶店。シーグラスで作られたランプが優しい彩りを添えています。下鳥さんは49歳の時、大病を患い、今もその後遺症があります。そんな下鳥さんが作品を作り始めたのは7年前。塞ぎ込んでいた下鳥さんが、妻の克美さんと共に海を訪れた際、海岸に光るシーグラスを克美さんが見つけたことがきっかけでした。後遺症で麻痺の残っていた右半身は、作品作りを通じて徐々に動かせるようになりました。今では上越・妙高市内の企業のロビーで作品が展示され、福祉施設での個展や上越市内の小学校でシーグラスを使ったワークショップを開くなど、作家としての活動の場を広げています。ぜひみんなに見てもらいたいし、勇気をつけられるかもしれないし、俺も何かやってみようっていう人もいるかもしれないし、まず子供、体の悪い人、お年寄り、そういう人に見てもらいたいですね。こうした思いを持つ下鳥さんに海町アートへの出展を依頼したのが実行委員会の一人、宮崎秀俊さんです。宮崎さんは作家と展示する場所をつなぐアートチームとして活動しています。宮崎さんが下鳥さんに作品展示を依頼したきっかけとなったのがこちらの作品です。透明なアクリル板の海には可愛らしい海の生き物たち。下鳥さんの作品が海に関わるというシーグラスというもので作っているということで、どこかで展示したいなと思ったときに一番最初に浮かんだのがこの直江津茶屋さんです。今回のイベントで下鳥さんの作品が展示されているこちらの喫茶店、ここを紹介してくれたのが宮崎さんでした。宮崎さんがイベントへの出展を依頼するきっかけとなったこちらの作品には下鳥さんのある思いがありました。すごく置きたかったの、海に浜に、それが夢が叶ったね。
下鳥さんの思い、それは海岸での展示です。ウィンバチアートってのはそういうその希望を叶える場所になってるっていう感じはね、いや俺もそう思いますよ、宮崎さんが、ね、やってくれたから俺ができたのにさ、嬉しいです。海岸で展示したらどうなるかな、下鳥さんの作品が夕日の中でどのぐらい映えるのかなっていうのも楽しみかなと思ってます。今月1日、下鳥さんの作品は展示会場を飛び出し海岸へ。こんにちは。はい、どうも。その会場を一目見たいと訪れたのは下鳥さん。病気を患って以来、自らの足で砂浜を歩くのは初めてです。海に飾りたくてこれを作ったんですけども、実現できました。大勢来てるからね、みんな見てもらってすごく嬉しいですよ。海と、ね、このガラスと空と夕日が沈むところも透き通って見えるし、面白い作品だと思います。日が沈み始め、だんだんと暗くなるにつれて、直江津の海岸に浮かび上がる海の生き物たち。下鳥さんの作品を中心に人の輪が広がっていきます。こういう体なんで、 あっちやったりこっちやったりという、そういう作業ができないんですよ。宮崎さんが、いや下鳥君は指示してくれれば、俺たちがみんなやるから大丈夫だよって言われたのはすごく助かりましたし、嬉しかったです。来年もできることなら頑張ってやりたいと思います。一つの作品が叶えた夢、下鳥さんの描く海はこれからも広がりつながり続けます。